どうも、ハルゼンダロです。というわけで皆さん、なんとですね、この度アルファードが納車されました。ついにね、この前人気 YouTuber の人気 YouTuber が言ったくじ引きだけで、人気 YouTuber が言った車を、くじ引きで買うっていうね、まあそういう企画があったんですけども、大物 YouTuber に聞いてみた鼻緒に乗ってほしい車は何？あの時にですね、まあ、タクシーにが、まあ、タクシーなのにタクシーと言わなかったタクシーなんですけれども、まあ、タクシーの言った、まあ、アルファードがですね、まあ、やっと届きました。その納車の様子を皆さんにお届けしたいと思います。それでは VTR スタート。どうもありがとうございます。はい、というわけで、コメント欄でもね、アルファードまだまだってめちゃめちゃ聞かれてたもんですけども、ようやく、本日納車されたということで、今から、こいつの最後のねドライブを楽しみたいと思います。と言ってもまあ5分ぐらいで着いちゃうんですけど、かれこれもう1年9ヶ月ぐらい前ですかね、うまい棒の感覚で車買ってみたみたいなさ、そういう企画でこいつを買ったわけなんですけども、今思えばよくやってきたなと。でこいつ11万ですよ。じゃあ取りに行きたいと思います。いやー悲しいな。はい、ということでこちらが新しい新車アルファードでございます。どうこれ、この顔面偏差値の向上具合が半端ないですよね。これ、こんな僕ですけども、これを乗ることを許してくれるよな。うわーすごい。ちょっと一旦中見てみますか。中オープン。すごーい、新車だー。あ、ここすごい、待って、ここめっちゃいい、カメラめっちゃ置ける、すごいすごい、これここめっちゃいい、楽しすぎる。ゲレンデゲレンデゲレンデ、ほらこんなにいける、すごいすごいすごすぎる。これマジ興奮すること甚だし、やばいし、これマジ興奮するし、うわ後ろの広さ、このスライド、ガンダムのカタパルトみたいな、ガンダムのカタパルトみたいなやつ、すごっ、めっちゃ綺麗。えすごいな、すごいな、うわすごスライド、摩擦係数引く、摩擦係数鬼低いんだけど、すごさらにね、さらにすごいこと、さらにすごいところ、皆さんに一番伝えたいところ何かって言いました、これ横のドアが開く、これを求めてた俺、この機能を求めてた、横のドアが開く、これね、昔、これダミーだったんですよ、これダミーの横ドア、今回はちゃんと開く、ドアが開く、いやこのすごいですね、ドアが開く機能というのはすごいな、いやちょっとすごいな、すごい、うわ勝手に開いた、すごい、すごすぎる、すごすぎるのだが、いやこれ俺のですよ、これ皆さん、これ俺の車ね、くじとはいえね、なんか罰ゲームみたいな感じ買いましたけど、嬉しい、すいません帰りましょうか。それでは出発進行、さよなら、ボクシーさよなら、もう君と会うことはないというか、ハンドルやらか、うわー動いた、感動、おーい楽しい。今からね、今ちょうどアルファードをね取りに行ってるところなんですけど、あ見えてきました。今回ちょっとやりたいドッキリがありまして、そのドッキリというのは、アルファード納車された瞬間に東京に行っちゃう本当のドッキリー。みんなまだアルファードが来てること知らないんで、うるさいな、ドタドタ、まあ、いきなりねこう呼び出してみんなを、
これ同時にフッカルオもね兼ねてるんですけど、まあ、デンガーさんとか後輩呼び出して今回はね本当に東京に行きます。俺と東京に行かないか。ガチガチガチでもガチで行きます。サービスエリアです。